はい、どうも柳田です。今回の動画はですね、仕入れ商品の公開となります。よろしくお願いします。興味がある方はぜひチェックしてみてください。僕はですね、中古品の転売を10年以上やっておりまして、こう商品をね大量に仕入れてきて、メルカリとかヤフオクとかアマゾンとかで転売をしております。で、この商品をねどうやって仕入れてきてるかというと、古物市場とかブランドオークションと呼ばれるものを使って商品を仕入れてるわけですね。で、このチャンネルではですね、この古物市場を使った転売の方法についてたくさん解説しております。興味がある方は他の動画も確認していただきたいんですけれども、合わせてノートというサイトでですね、古物市場攻略法というものを販売させていただいております。このね動画の詳細欄にリンクを貼ってありますので、同じようにしてね稼いでみたいよとかね、みんなとね情報交換してみたいよっていう方はですね、まあその ノートの中にねコミュニティ機能もついておりますので、みんなとねたくさん情報交換してみたいよっていう方はね、そちらもおすすめとなってますので、よかったらチェックしてみてください。はい、ということで、仕入れた商品の公開を今回もねしていこうと思うんですけれども、まあ、まずはですね、まあ、これですね、これっていうと失礼かな、この子、ダッフィーね、結構でかいですよね、これね。仕入れました。で、だいたいこの動画の方でこういう商品をねいくらぐらいで仕入れてきたっていうことをですね、聞いてもらえばですね、なんとなくねこの古物市場のイメージとか転売のイメージがつくんじゃないかなっていうことで、やってます。なので、まあ、参考にしてください。このダッフィーのぬいぐるみをねいくらで仕入れてかっていうと、1000円で仕入れました。なんかねぬいぐるみのね巨大なね、なんかテディベアみたいなぬいぐるみのセットが出てきて、その一番上にですね、こいつがね、この子がね、こうボサって置かれてたんですよね。で、なんかね、パーッとチラッと見てね、ああと思って、この足のこの部分が見えてたんですね。この部分が見えてたから、あれこれダッフィーかなと思って見たらダッフィーだったんで、スタートがね、500円だったんですけども、1000円って言って、1000円で買いました。他にね、声出してる人は誰もいなかったですね。僕だけが声を出して、まあ、一人で1000円で買ったっていう感じですね。で、このダッフィーなんですけども、結構サイズが大きいんで、こんな感じでね。こんな感じで結構大きいんで、これだけで多分ですね5000円から1万円ぐらいで売れるんじゃないかなっていう感じですね。まあ、1000円で仕入れて5000円から1万円ぐらいかな。ここちゃんとね、ダッフィーって書いてますからね、ありますから、はい、まあ、それぐらいの利益が出るっていうことですね。はい、まあ、これがまず1点ですね。はい、であと次にですね、今回古着買ってきたんですけど、デニムの山ですね。他にもデニム以外にも洋服ついてたんですけど、今回はデニムだけちょっと取り上げたいと思うんですが、まあこの何枚あるかな、まあ20枚ぐらいあるんですけど、全部でこれぐらいの、デニムの山と、よいしょ、もう一ケース、こんな感じですね。こんな感じで、まあ、たくさんあるんですけども、まあ先ほどこの1箱目の方はあんまりブランド品の関係のものがなくって、こっちの方にねブランドのものをちょっとまとめたんですけど、例えば、あ、そうそう、このね洋服の山、まとめて5000円で買いました。5000円ですね。で、どういうものがあったかっていうと、例えばこの D スクエアード、 D スクですね、 D スクのデニム、このやつですね。はい。で、多分、これがね、もう、もはや、この D スクのデニムだけで多分1万円ぐらい、1万円以上あるかな、もしかしたら。1万円以上あるかなっていう感じですね。だから、これで、もう、原価をすべて回収して利益が出ちゃうっていう、そんな感じになります。で、残ったものは全部利益というような感じ。まあ、多分 D スクだけで利益出ると思うんですけどね。で、その先に商品のその原価をですねざっと回収しちゃって、まああとはねゆっくり転売しようよっていうのが、まあ僕のスタイルなので、まあよかったらこれも参考にしてみてください。まあ他の動画でもいろいろ解説してますので、そっちの方参考にしてみてください。で、あと何があったかというと、エドウィンですね。まあエドウィン多分そんなに売れないですね。あとこのリーですね。まあリーも多分そんなに売れない。そしてこれエビストゥルーレジジョン、わかんないけど、これもまあ多分ね、そんなにそこまで高く売れないんじゃないかな。定価は高いと思うんですけどね、どれもエドウィンもリーも、さっきのトゥルーレジジョン、よくわかんないけどね、あれも定価は高いと思うんだけど、転売しようと思うとそんなに、まあ多分2,000〜3,000ぐらいにしかならないんじゃないですかねって感じですね。で、あとディーゼルですね。
ディーゼル。これも多分定価は3、4万するかもしれないですけど、これも多分メルカリとかで売ろうと思ったら4、5000円ぐらいにしかならないんじゃないかなっていう感じですね。ただもう原価はやっぱり最初のディスクだけで回収してるんで、まあいくらで売れてもいいよねっていうのはそんなとこですね。でもう一個出てきた、これね。はい、これですね。で次がこれなんだろう、リーバイスか。リーバイスですね。はい、リーバイスも多分そんな大して売れないやつですね、リーバイス。で次がこれ、あ、これもリーバイスかな。これもリーバイスですね。リーバイス、このやつ。これもまあ多分ね、大して売れない、もう2000円ぐらいで売れるのかな。まあ多分そんなイメージですね。なんか最近の人はあんまりデニム履かないって聞いてるんで、最近の若者はね、履かないって聞いてるんで、そんなもう値段つかないのかなっていうのはそんなところですね。あとまあもう一ケースの方もちょっとなんかたくさんいろいろあるんですけど、こんなね、こんな感じで、まあ、多分なんかマニアックすぎてちょっと、これ調べないとわかんないんであれなんですけど、まあ、こんなやつとか、あとなんだ、こんなやつとか、ちょっとね、もうパッと見じゃわかんない。あとまあユニクロとか入ってましたね、何点か。まあ、こんな感じで、デニムが全部で20本ぐらいかな、20本ぐらいのセットで、5000円で買いました。で、まあ僕的にはですね、最初に、ディスクのデニムがあるの全然気づかなかったんですけれども、仕入れてみて、で、後から調べてみたら、あ、ディスク入ってるじゃんっていうことで、これも一発で利益取れるよねっていう感じだったんですが、僕的にはですね、パッと見ディーゼルのタグが見えたんで、まあディーゼルだけで、まあ4000とか5000ぐらいあるかなっていうような、そんな感じで踏みましたね。だから他のものが、実際は利益になるかなっていうような、そんなイメージで買ったんですけれども、ディスクはまあまぐれですたまたま後から出てきてよかったねっていうのは、そんな感じになっております。で本来はですね、先になるべくその相場検索をして、でその相場検索をしたその売れる金額、そちらをベースにして仕入れるっていうことが重要なので、あんまりまあ真似しない方がいいかなというふうには思います。まあ、僕はもう長いこと転売やってるんで、もう勘で買ってるような感じですね。長くやられてる方で、長く古物市場とかブランドオークションに来られてる方は、まあ適当に買うっていうか、もう過去のその経験とか、知識とかその感覚から買ってるっていうところがあると思うんで、僕みたいなね、この適当なその買うっていうやり方はあまりお勧めしません。初心者の方はね、ちゃんと相場検索をして、そこから逆算して買うっていうようにした方がいいかなというふうに思います。はい。で、今回はその、さっきのぬいぐるみの山と、デニムの、古着の山なんかがあったんですけども、他にはですね、やっぱり僕の場合は CD、DVD の転売を結構中心にやってるんで、そういったものが半分ぐらいを占めてますね。はい。で、あとそれ以外に、あとパソコンのね、ソフトの山を買いました。全部であれ何本ぐらい？多分、200本ぐらい入ってると思うんですけれども、200本ぐらいこうね、大量に詰まったパソコンのソフトの山を、2万円で買いました。これもですね、中身全く見ないで買ってるんで、おすすめはできません。はい。で、なんか一応ですね、こうね、こうでっかい箱にね、こう入ってて、パンパンに入ってる状態で積まれて、それが6箱あったんですね。6箱あって、見えてるのは上の2箱だけっていうような感じで、その、ね、上の2箱だけをね、軽く覗いて2万円というふうに買ってるんで、これもね、まあ、利益がどれくらい出るか、まあ、果たして利益も出るのかどうなのかって、まあ、損はしないと思うんですけど、そういうような内容だったので、これもあんまりおすすめしません。で、上の2箱パッと見たときに、パワーポイントと、あとまあ、Windows の中はね、ソフトがあったんで、まあ、これで、まあ、1万円ぐらいは取れるかなと思ったんで、まあ、2万円っていうふうになんかね、気軽に刺したんですけれども、はい、まあ、他の部分が、なんとかまあ売れればね、これぐらいまあ量があるんで、何個か当たりが入ってれば、まあ、利益かなと。そんな感じで買ってます。で、リスクとしては、まあ、そんな大したリスクじゃないかなというふうに僕は感じてるんですけども、いかがでしょうか。ということで、今回は以上にしたいと思います。はい。まあ、このような感じで、このチャンネルではですね、中古品の転売に関する情報を発信しております。はい。やり方についてね、他の動画でたくさん解説しておりますので、興味がある方はね、よかったら他の動画もチェックしてみてください。ということで、この子はですね、1000円で仕入れられて、5000円か6000円ぐらいで売られていくような感じです。ということで、
今回も最後までご覧いただきありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。はい、今回はですね NG シーンはなしだと思います。はい、ということでバイバイ、じゃあねー。